皆さんこんばんは。今日はですね、ダイヤモンドパッド C というものを買ってみました。でこれ何に使うのかというと、まあ浴室の、まあ主に鏡ですね。鏡の鱗、臨場根っていうらしいんですけど、なんか白くモヤモヤした頑固な汚れ、なんかいろいろやってみたんですけど全く取れなくてですね、ちょっと調べてみると、ダイヤモンドパッドで擦ると、まあ、これが最強だと、ここにも最強の研磨素材って書いてますけど、これなら確実に落ちる、まあ、情報を得たのでヤマダ電機で買ってみました。980円ぐらいだったと思います。まあ、傷がつきづらいと、まあ普通に考えたら、ね、硬いもので鏡なく擦ったら傷が絶対つくんじゃないかって思うんですけど、まあ、そこは多分大丈夫なんでしょうね。ということで早速使ってみたいと思います。はい、ということで我が家のこの臨場痕、どれだけひどいのかっていうと、もうこの通り、見ての通りこんな感じですね。わかりますかね、もう超真っ白っていうか汚いっす。こんな状態です。もう見にくくて仕方ないんです。っていうかまあ、掃除してないのがバレバレな感じなんですけど、ちょっと。これをですね、こいつで、どれだけ綺麗になるのか、やってみたいと思います。それじゃあ、このダイヤモンドパッド開封していきます。これがダイヤモンドパッド、まあ、こっちはもうスポンジですね。ちょっと固めのっていうか結構硬いスポンジで、ここが人工ダイヤモンドがついてるでしょうね。わかんないですけど、全然ここについてんのかな。ちょっと硬いですね、ここで。使い方は、まあ、とりあえず軽く水洗いして、そこから擦れと、そういうことですね。はい、やってみます。水で濡らして、お、なんか FPS みたい。じゃあこれで擦っていきます。今はこんな状態ですね。この辺分かりやすいかな。お、すごくザラザラいってる、ね、すごくザラザラいって、なんか削れてる感がありますね。これ感触がなくなるまで、あ、すぐなくなりますね、これ。ああ、これは落ちてる感じすごいある。今までいろいろね、擦ってみたりしたんだけど、今回はすごい手応えありますね、これ。絶対落ちるわ、これ。しばらくやってみます。白い汚れが出てますね。はい、というわけでダイヤモンドパッド、まだ完璧ではないんですけど、サクッとかけてみました。結果がこんな感じです。もう綺麗ですね。やる前はこっちです。こんなモヤモヤしてたのがこうです。ダイヤモンドパッドの効果はもう絶大ですね。これ素晴らしいです。
今まであのクエン酸とかレモンとかでやってみたことあるんですけど、また効かなかったので、最初からこれを買ってやればいいと思います。以上、ダイヤモンドパッドでした。あー綺麗、マジですごいよこれ。これがね、こうなるんだから。いやーすごい、すごい。